歌ってるのか。稲川淳二です。話したいのかな。何を言いたいかな。ここ怖いじゃん。言葉ではないけども、今私がね、何感動してる。何か言ったんですか。感動なんですよ。感動なんですよ。この感動はね、感動なんですよ。歌ってるのか。スカート履いてるんだよ。ズボンじゃないの。ストッキングの強な。同じ年齢だ。27。同じよ。同じ。3人この状況で1個のやったらなんだねえ。そういったことでなんかこうつけてるないかさ、そういったことを見てさ、ギーって言うんだよ。これ言ったことないね。彼女の話ができた。一人じゃないんだ。その子もいるんだ。今いるとこでスッと動いた人も一人じゃないんだ。どうだどうだ。俺一人じゃないんだ。俺なんだ。さらに稲川の体にも異変が。助けられないかもしれない。聞いたね。っていう感じがするんですよ。っていうか、母の体内みたいなですね。心配させる体内じゃないですか。体内もしも、そう、体内にいる娘だから、そうするとね。いや、自分を思うと、結構、自分の死にいると。俺にだって、これだと。でも、誰が何と言おうと、今は死にいると。会話ができたんですよ。そういうことなんです。ダメに入ってくるけど、すごい苦しい。苦しい、すごく苦しい。いやいや、話通りだ、本当に。ああ。すげえ。すごいね。うわ、すげえ。ぐらい、まだ痛い。